2曲続けて聴いていただきました。1曲目がエモーションズのベストオブマイラブ、次の曲が、映画キッズよりナッシングなストップをお送りいたしました。サンフランシスコの話ですけども、はい、有名なスケートショップがありますよね、はい、まあ、あの FTC と、まあ、デラックスですかね、そう一番有名な大きいというと、はい、でそのサンフランシスコのスケートボード事情っていうのは、はい、まあ、僕の印象で言うと結構パトカーがスケート滑ってるスケーターにこうガーンとなんか滑らせないように、はいはい、あのパトカーを 路上に突っ込んで止めるみたいなの見たことあるんですけどもう丸々そんな感じだったんですか当時は。まあ、そこまでなんかバイオレンス的なのは目の当たりにはしてないけど、うん、ちょうど行って90どれぐらいですかね、3年4年ぐらいから、うん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 、やっぱ世界中からスケーターが集まりすぎて、うん、もう本当に車の邪魔になるとか人の迷惑になるっていうので、はい、突然なんか逮捕するように警察が捕まえるような状況になってしまって、はいはいはい、でだから有名なエンバカデロっていうもう超有名なスポットがあるんですけれど、はいはいはい、ある日そこでスケボーしてたらもうその広場全を30代40代のパトカーが囲んでスケーターを一網打尽にするみたいなことがあってたまたま自分はすぐに板を投げ捨てて免れたんだけど、まあどこに行ってもすぐにパトカーが来て、もうその日からですか。その日からですね。あー、すげー。でも毎日 誰かが捕まったみたいな話になって、なんだろうな、社会的にはなんかもう悪いものみたいな目で見られるようになってしまったっていうことが、まあ、捕まえるってことは悪いことってことですもんね、一応、まあ、それほどスケーターが多かったっていう状況、溢れちゃったってことですよね。そうね、もうね、へえ、そうなんですか。今は結構サンフランシスコのダウンヒルだったりとか、はい、ストリートのスケートシーン結構 YouTube とか、はい、いろんな映像 見れますけど、はい、今そんなに厳しくないんですか。今はちょうど3年前に、はい、旅行で本当にどれぐらいだろうな、15年6年ぶりぐらいにサンフランシスコに行ってみたんですけど、うんうん、その時はまたスケーターが割と普通にストリートで滑って、でまあ話を聞いたらやっぱりそんだけスケートボードが盛り上がっている街なので、うん、逆にもう経済効果も、うん、スケートボードにおける経済効果もすごいくなって、よそからいっぱい人も来るし、来るしってことですよね。結局ビザが売れるってことですね。ビザも売るしでスケートボードも売れてスケートボードの会社がたくさん税金も払って、あ、逆にもう街に思い切り貢献するものに変わって、そこから多分なんだろう、もう自由に滑っていい、良くなって、逆にスケートボードのダウンヒルの大会をやるからって言って坂道を一本丸ごと町や警察が貸してくれて、はいはい、思い切り道でやれみたいな状況になって、っていう状況みたいですね。粋な感じですよね。すげーなー、すげーなー、まあ、そこまで行くまでにはやっぱ大変だったと思いますけど ね、まあ、大変だったんだろうけど、やっぱり別に何だろう、悪いことをしてるわけでもないし、よっぽど健全ですよね、スケートボードなんて。家の中でインターネットでの世界に入って外に出ないよりは、まあ、自分の意見としては全然健全なことだと思うし、僕もガッテンです、ガッテンガッテンガッテン、そういうのもっとね、こう地元とかでもね、あとはね、やるとこがないからやっぱり公園のでやって公園のベンチ壊しちゃうとか、そういうことにつながるけど、まあそういう公共のスケートボードパークだったりそういうものがどんどんできれば、もうまあスケーターにもいいし街にもいいしで、いいことだらけなんじゃないでしょうか。経済効果は必ず生まれますよね。もう毎日朝起きた瞬間からそう考えてるんですけどね、毎日。でも学校サボっちゃダメだよ。学校サボっちゃダメですね。やることはやって滑るところで滑ってということで、うん、なんか、スケートボードのビデオとかでもそうですもんね、うん、朝起きてもうすぐ玄関からもうプッシュで出かけるっていう映画が結構多かったですね、うん、サラリーマンの人ね、この間その3年前の時も普通に iPhone 見ながらスケートボードで通勤してるサラリーマンとか何人もいて、すごいいい
まあ、自転車代わりみたいな、自転車代わりみたいな、あ、それいいですね、うん、自転車代わりに。僕は今自転車代わりですけどね。そうだよね、うん、そういうノリだよね、うん、まあ、お酒飲み行くときとかはもうスケボーで、うん、結構行きますけど、ね、スケボーはね平気だからね、うん、そうだよね、俺もそう、乗り心地いいしね、うん、自転車より速いなんてね、持ち運びもできて、うん、最高っすよね。そんなでかい影響を与えるショップがサンフランシスコにあるんですよ ね、うん、そうですね、確かに名前聞いたことない人は FTC においてはもう名前聞いたこと、そうですよね、うん、ない人いないと思うんだよ。 FTC はサンフランシスコ、サンフランシスコが始まり、ね、そうサンフランシスコが始まりなんですよ。でこのデラックスっていう板のブなんていうんですか、メーカー、会社、ね、会社がリアルとか、うん、ステレオもそうですよ ね、 ステレオ、アンチヒーローとかを抱えてる、みんな有名なところだね、うん、有名有名、まあ、そんだけだからやっぱりサンフランシスコのスケートシーンの影響力はでかかったってことだよね、いまだにあるブランドだし。そうなんですよ、そんな時代に行ってた人が、まあ、たまたま沼津にいるっていうのがなかなかいないよね。そういうことを経験してきたケンさんのお店には、はい、僕はもうちょくちょく行ってるんですけど、はい、スラッシャーのマグカップがあったりとか、はい、やっぱりこうケンさんの体験してきたことの形というか、チョイスというか、はいはい、そうですね、がありますよね。俺結構ちょくちょく行っちゃうんですけど、うん、チャイを飲みにスケートショップではないんだけどなんだろうな、自分の好きなテイストを織り込むってことで、うん、どたどっていくとスケートボードにつながるようなものを、うん、置いてあるって感じですかね。そうですよね、はい、てかまあスケーターがやってる店なんで、うん、自然とそうなっちゃうっていう感じですよね。鶴、はい、行ったことある？もちろんありますよ、うん、あの桃屋さんのね、はい、隣ですね、隣ですよね、うん、買う桃屋甘いタレ、俺ね甘いタレじゃなくしてたんだけど結局甘いタレいっちゃうんだよ最終的にやっぱりせっかく桃屋で買うの、うん、卒業できない、甘タレ出ちゃうもう留年しまくっちゃったんでもう卒業する気はないんですけどね、うんうん、そうなんです、卒業ね、そう卒業のメッセージテーマのメッセージがまだ今日卒業式のところもあるんだよね、幼稚園とか保育園かな、幼稚園が卒園式、中学生もあれかな、卒業式かな、本当伊豆の国市のカレンダーには書いてなかった、わかんない、うんうんうん、でも今日三島の方を出かけた時に卒園式っぽい格好をしてる、あ、鈴木くんが今伊豆の国市のカレンダーを出してくれました。今日16日誰か誕生日の印が誰か誕生日、誰か誕生日誕生日の印と私立幼稚園の修了式だ、明日が卒園式、明日卒園式、うんうんうん、ね、ちなみに中学校は18日土曜日でした、土曜日だね、うん、もうじゃあもう18日過ぎたらもうずっと休みだから毎日スケートできるからうん、毎日スケートして、みんなスケートしよう、ありがとうございます、すいません。最近伊豆の国市のリバーサイドパークにちょっと散歩しに行った時に、はいはい、その子供っちがなんだろう、スケボーじゃないんだよ、グニグニしたようなスケボーに乗ってる子供たちが5、6人、二輪のやつがいて、ちょっと自分がその時ねスケボー持ってなかったんだけど、うん、なんかねちょっと見せたかったなっていう悔しさ、はいはい、わかります、うん、俺家の前が駐車場、広い駐車場があって、うん、そこに親子でスケボーをやってる親子がいて、うん、なんかこうたまたま会えばいいですけど、うん、やってるから自分も行くみたいな、目の前の人だったんだみたいな思われると、ちょっとなんか恥ずかしいなと思って行けてないんですけど、でも普通に行けばいいです、行った方がいいですね、うん、普通に、僕もやってるんですよ、うん、そうそうそう、なんかね、じゃあ来月までにりんちゃんそれちょっと行ってきて、そう、うん、宿題やってるところを見つけたらちょっと行って話しかける、うん、うわーなんか絶対やだな、緊張するな、それ仲良くなるみたいな目標を持ってちょっと自慢げに君も道場入りだぞっつってお父さんの方がまだちょっとプッシュがたらたらしいけど乗れるけど子供はなんかまだ立って乗るのが精一杯かなっていう感じだったんだけど、うんうん、でも2回3回見てるんで飽きずにやってるから、
楽しくやってんだろうなと思って。そうな